術千一夜。お話は本間千代子さんと初見義明さんです。皆様こんにちは、本間千代子です。今日もいつものように初見義明先生のお話を伺うことにしましょうね。皆さんこんにちは、初見義明です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの前の水遁の術の話が、はい、今日は火遁の術の方をお願いしたいんですけれども。あ、そうですか。はい、火遁の術はですね、火とかね、それから火薬を使いましてね、敵の目をね、くらます術なんですよ。じゃあそれをちょっとね、お話ししましょう。でまずちょっと後ろを向いてください。はい。驚いた。驚いたお面なんですね。そうです。これがね、忍法鬼火の術っていうやつなんですよ。これでね、一人の忍者が、今ねの忍者がこういうものをかぶってですね、さーって息を、火花を吹いてるわけですね。でもう一人の忍者が、一方の忍者がこっちにいるわけです。でこっちに注意をそらして他のことを、仕事をするというわけですね。でこれの特徴はですね、この竹がありますね、この中に火薬をね詰めておくんです。それで口にくわえて、それでこう吹くわけですね。そうすると昔の人はね、鬼の面から火が出たと。とても驚いたわけですね。そうでしょうね。驚いちゃったですよ。それからね、もう一つね、火遁の術を使ったね、映画があるんです。それをちょっと見てみますね。面白いでしょ。ああいうふうにね、火を使ってね、やるのが火遁の術なんです。音をするのがね。ああいうふうにね、自分の体からね、ずっと提灯を離しておいておいてですね、そして敵の目標からね、自分を避けるということもね、忍術の火遁の術の一つなんです。あ、そうですか。まだまだね、たくさんありますけどもね、はい、今日はこの辺でね、はい、終わりにしましょうね。どうも先生ありがとうございました。